見事な忍びであった。ウヌラに喝采。大の字先輩、ふぬけた面構えも今やなし。え、面構え？ああ、顔つきってことですね。頑張りましたから。我は見た、拳交える価値ありと。拳を交えるって誰とですか？もしかして無論。なんで大道士先輩と戦わないといけないんですか？我は強者を求めるものぞ。まさかそのために留年を続けているとか。愚問。ザレ事は弱者の棒。速やかに火蓋を切らん。困っちゃったな。仕方ない、みんな戦うよ。いざ極上の忍び。刻んでみよ。いざ尋常に舞い散れ。ウヌラ5人を同時に倒せぬようでは最強の道は歩めない。まずはイカルがかかってくるがよい。キエの剣戦はまだまだ早くなれる。ぬるい。とどめ。見切った。極上の痛みを与えてくれないか。いざ尋常に舞い散れ。次はカツラギだ。その雑さを正せば、ウヌの蹴りは触れぬ者も粉砕するであろう。見切った。ぬるい。
ミキタ！ミキタ！
Yeah!
尋常に舞い散れ。最後だ、アッカ。忍びの世界は広いぞ。この先にさらなる強敵が現れようとも、閃光のごとく舞い忍べ。我を次へと誘う者なり。次ってもしかしてやっと卒業する気に？それも考慮せん。だが我が忍び未だ熟すに至らず、再び地獄の修行に挑まん。はあ、やっぱり卒業しないんですね。ウヌラに感謝。また会おうぞ。
大道寺先輩、私も鍛えて待っていますから、今度はもっといい勝負しましょうね。